そこだなって思います。やっぱやっていて、うん、自分が綺麗になって嬉しいっていうよりも、なんか誰かのことを思って綺麗でいたいっていう方が結構多くて、なんか終末期でもうちょっとこの方化粧無理なんじゃないかっていうおばあちゃんがいたんですけど、うんうんうん、それでも化粧したいっておっしゃるんですよ、うん、酸素も出て、もう目もすごいくぼんで、もう嘘もこうガリッと細くなってるって、うん、はあはあしてるのに化粧したいっておっしゃった方が、うん、なんでお化粧したいんですかって聞いたら、毎日夕方に娘が会いに来る、うんうんうん、そのお化粧して綺麗で明るいと娘が喜ぶんだっていう風に言ったんですね。なんかそれを聞いた時に、あ、お化粧って自分のためだけじゃないんだなって、うん、周りへの本当思いやりであり、元気だよ心配ないよっていう、なんかそういったのをアピールするあのツールにもなるんだなっていう風に思ったので、看護師の時だったら化粧なんて、その状態の人に化粧なんて絶対進めないような状態なのに、もう今は聞いてやりたいって言ったら、あのそれをサポートするような形で今関わってる方がいらっしゃる、うんうん、まさに今のケバイだわって思いました、